こんにちは、ファッキンオサムヘルマット丸山です。今日はねモービス見てまいりました。ちょっとね感想というかレビューしていきたいと思います。序盤はネタバレなしで語りまして、で後半からね話になぞって、話していきたいと思います。ね思ったよりね悪くなかったです。なんかものすごいアメリカの評価が低いということでちょっと嫌な予感がしてたんですけど、いいところもありました、ちゃんと。ただね悪いところがね結構ね結構出てくるアクションですね。アクションがねものすごくかっこいいです。すごい素早いんですねモービウスで、素早さを表現するのにこのなんか煙みたいななんかもやーっとしたエフェクトが全体的に出てると、それがねかっこよかったですね結構。でスローがもう随所に出てくるという感じです。まあそこは良かったんですけど、まあダメなとこね、細かいそのつなぎっていうか、話の辻褄っていうところ雑です。だいぶだいぶ雑な印象を受けました。はい。まあそのせいだね多分ね、評価が低いのは。まあ話もなんかちゃんとつながんないし、そのあとね撮影のつなぎも編集というか撮影もう雑ですね。髪型が繋がってないとか、こっちで撮ったら髪がこうちゃんと入ってるんだけど、こっちからのショットは髪が垂れてるとか、すごいカットバックしてくんだけど繋がってないのがよりなんかどんどん気になってきちゃうみたいなシーンがあったりとかっていうのがあります。はい。まあそういうのはねあんま気にしなかったらねだいぶ普通に面白いと思います。はい。尺もねそんな長くないから、サクッと見れるし、ね、たまに面白い見せ方してくるんですよね。だからもう嫌いになれない、いろいろ雑なんですけど嫌いになれない映画ですね。はい。まあ主演はジャレット・レッドですね。はい。50歳、全く見えない50歳に30代に見えますね未だに。はい。まあジャレット・レッドといえば、レクイエム・フォー・ドリームの役中の役、どんどん落ちていく最悪の鬱映画ですね。はい。まあジョーカーやってたか、スーサイドスクワット、あとまあブレードランナーですね、2049ブレードランナー。やっぱ役によってねだいぶ変わりますね、あの人はね。すごいカメレオンだと思います。はい。やっぱねそのモービウスっていうだけあって、吸血鬼なんでね、ゴスで、黒が似合うで長髪が似合うっていうところでいくと、まあ、配役はすごいバッチリだなと思います。ジャレット・レト以外にまあちょっと今んとこ浮かばないかなっていう気はしてますね。ぴったりの配役だったと思います。監督です。ダニエル・エスピノーサ監督。まあ、そんなね、本数はそんなに撮ってない感じでしたね。ちらっと見たら。直近だとライフを撮ってる監督です。スペースホラー。新しいスペースホラーをやったライフ。まあ、ライフはね、結構面白かったと記憶してるんですけど、最悪の終わり方も含めてね。ほうって感じあの終わり方含めて上がるなという、感じがしました。まあライフは普通に面白かったですね。はい。じゃあこっから、ネタバレありで話に沿って話していきたいと思います。はい。まずドア玉、タイトルクレジットかっこよかったですね。いきなりねこう M のこのへこんでる部分にこうなってこう重なって出てくるサイケなシンプルでちょっとスタイリッシュのね映像というかから始まるオープニング、これかっこよかったですね。はい。そうこういうね細かいところなんかデザインとかはねかっこいいんですけどね。で冒頭のコスタリカ、はい、もう出てきます。ジャレット・レッド、モービウス、はい、出てきまして、コウモリを捕まえますと。あれあの機械は何なんでしょうねあれあの機械何だったんでしょうね。なんか全部素通りしてどんどん出てきていったけど、もう何だったんだろうな。ああいうちょっとよくわかんないけど、もう、まあ、ジャレット・レトの目がもうやべえやつの目をしてますという感じです。で、次、ギリシャのシーンですね。回想シーンというか、話が戻ってギリシャになりますと。後々出てきますけど、マイロとの初めて会ったシーンかな？親交を深めていくと。はい。で、あの機械がちょっとぶっ壊れますね。はい。モービウスのあの機械がぶっ壊れますと繋がってるやつ。あれね、あれ多分取り出したらヒューズだと思うんですけど、ギターのアンプってねヒューズが入ってるんですよ。で割と飛んじゃうんですけど、あのヒューズって切れるんですよね、中の繋がってる線が。
あれ切れたやつをバネでつなげてつながるのかなっていう、本当につながるそれっていうのが、ちょっともういきなりちょっとノイズが入ってきちゃうという感じですね。うん、で、まあ現在戻りまして、モービウス、まあ、病院というかラボやってますという感じでしたね。で、その研究のために、コウモリを捕まえてたというのがわかりますという感じでした。で、あのヒロインが出てきますね。まあ、極秘だったあのコウモリの研究をヒロインに見破られちゃうと。で、すごいもう丸出しの状態なんですけど、そこにね、ナースが普通に入ってきます。普通にナースが、先生大変ですっつって入ってきます。あれっていう。あれ、まあ、これ極秘だよね、と思って。ナースも知られちゃっていいのかなっていう、またノイズが入ってきますね。はい。マイロと会話して、出資してもらって、船で実験をしますと、人体実験。で、人体実験から、モービウスが、吸血鬼として覚醒します。はい。覚醒しますと。で、ここでアクションシーンですね。いきなり。最初のアクションシーン。ここかっこよかったです。はい、普通にかっこいいです。マイロとの会話で、俺たちはスパルタの戦士だと。少数精鋭みたいな感じのこと言ってましたけど。まあ、このアクションシーンでもね、スローを結構バンバン使ってくるところを見ると、300をちょっと意識してんのかなっていうのがなんかよぎりますね、やっぱね。はい。バカバカ倒すと。ここかっこよかったですと。いう感じでした。で、ヒレに倒れてて、生きてんのかなと、この手をね、こう、鼻にやりますと。で、鼻にやったら心臓の音が聞こえますと。ん？っていうね。息のあの、風で認識するんじゃないのそれって、ね。思ったらね、心臓の音がドクドク鳴ってますと。まあ、どういうこっちゃっていうね。まあ、これは、まあ、後でわかるからいいんですけど、別に。っていうかね、その後ですよ、それより。それよりも。海に飛び込みます。血清を持って。モービウスがね。どうやって戻ってきた？次のシーンでもういきなり、ヒロインが担ぎ込まれた病院にもういちゃうんで、どうやって戻ってきたのか全然わからんっていう。そこはちゃんと描いた方が良かったんじゃないのかなっていうのは思いますね。はい。その後ね、普通に働いてます。普通に働いてます、モービウス。はい。普通に病院で仕事してて、まあまあそれはいいんですけど、夜ですね、さっき、見ちゃったナースが殺されるシーンがあります。ここもね、かっこよかったです。ここもいい演出でしたね。ライティング、自動でつく照明、進んでついて後ろが消えて、ついて消えて、ついて消えてっていうのがあって、あそこのね、ホラー的なライトオンオフみたいなね、ホラー演出、ここ良かったですね。はい。で、いきなりバーって進んできたから、例の、まあ、マイルがね、進んできたから、こう、照明がね、もうパン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 って、こう、どんどん消えてくって。ここもね、良かったです。はい。で、朝になって、ナースが殺されてますと。うん。で、ここで初めて、モービウスが、あ、俺ここにいたら、危険だみんながっていうのを気づくと、汚染だよなっていう。医者なのにちょっと抜けてる感じがね、しますね。はい。で、まあ、警察が来ますと、まあ、職質というか、エントランスで、話すんですけど、まあ、通報が入って、逃げます。はい。屋上に逃げます。屋上のね、吹っ飛ぶ、モービウス。あれもいいですね。でも、そういうね、細かいエフェクトはね、いちいちいいんですけどね。上行くんですけど、まあ、階段とかね、エレベーターとかね、まあ、全部すっ飛ばしてファーンってこう吹き抜けを吹っ飛んで上に上がってくんで、めちゃめちゃ早いわけですよ。なんですけど、上着いて、ちょっとしたらもうすぐ警察来ますね。ワイルドスピードの、すごいおしゃべりの人が、すぐ来ます。はい。すぐ来ちゃったよと思って、早くねえかって、お前も超人なのかっていう、ちょっと思いますよね。で、うん、抵抗なしに捕まりますと。刑務所に入りますと。またね、この刑務所がね、ガバガバです。マイロが来るんだけど、血液を持って入ってきちゃう。入れちゃうっていうね。金属じゃないけど、でも一回荷物出すよね、持ってるもの全部ね。で、ボディチェックもされるよね。余裕で入れちゃいました。はい。マイロはちょっとね、裏稼業っぽい感じだったから、現在。まあ、裏でなんか金渡してんのかなって今思えばね、
まあ思うというか補完できるんですけど、まあそういう描写一個ちょっとあってもよかったんじゃないですかっていうところですね。はい。もう杖を置いて出ちゃいます。はい。自分が決戦を打ったっていうのが分かるようにわざと置いてったんでしょうね、おそらくね。普通に置いてったら、監守が追いかけてくると思うんですけどね。普通に。忘れてるよ、つって。そこもスルーですと。はい。ユージュアルサスペクツ。バリの、どんどん普通に歩けるように戻るやつがありますと。はい。で、マイロのね、服装もなんかいいですね、あれ。スーツにリーボック入ってるっていう。あれ、なんかいいっすね。うん。普通の感性じゃないんだろうなっていうのはちょっと出てて、面白いですね、あの衣装は。はい。ここでね、今回の、まあ、ヴィランというか、敵が、マイロだとわかると。まあ、自分自身というか、自分の分身と戦う話なんだなっていうのが、ここで見えてくるという感じですね。もう一人の僕ですね。闇モービウスと戦うという感じになってきますね。で、ここでまたヒロインが出てきまして、協力を、お願いすると。ちょっととりあえず血が欲しいから、人工血液を持ってきてくれという感じなんですけど、結局後でね、入るんですよね、モービウス自身も自分のラボに。あれ、行かせる必要なかったんじゃねえかっていうね、完全にマイロとヒロインを出会わせるためだけでしかないシーン、言い訳になってますね、あそこちょっとね。はい。で、マイロが先生、殺しちゃうと。先生来ちゃってね。殺しちゃいます。はい。普通に電話が繋がります。モービス。捕まっとるでっていうね。うん。警察、まず最初に携帯の、ついてることが調べますよね。警察もガバガバですね。そう考えるとね。うん。繋がっちゃいます。電話が。はい。で、行くと。マイロの家行くと。止めてくれと言うと。先生がね。ああ、これはまずいことになったと。そしたら、マイロがヒロインを捕まえてるのをこの超感覚で察知するという感じで、行きますね。屋上行きますよ。まあ、ここのね、飛んでくシーン、かっこよかったですね。はい。これ非常にかっこいいです。この、まあ、なんで飛べるかの理屈はちょっといまいちわかんないんだけど、かっこいいからよしというところです。ヒロインとの、知能交換というか、ああ、まあ、その前に、なんか隠れ家の屋上でヒロインとキスするんですけど、むっちゃ見られてるんだよね、マイロに。油断しすぎじゃねえかっていう、まあ、ちょっと本当に、モービウスが油断しすぎです。結構バカです。はい。で、クライマックスのバトルありますね。はい。落ちながら、バトルしますと。はい。でこの映画の魅力ね、結構バトルに詰まってるんで、もうちょっとね、ここのクライマックスのバトルもっと見たかったなっていうのがありますね。はい。あとね、見づらい。もったいないですね、このクライマックスのバトルはね。なんで見づらいのかなと思った時に、拙者が多すぎるんじゃないかなって。寄りが多い。寄りがすごく多くてね、何が起きてるかわかんないんだよね。破片だけで画面が埋まっちゃったりとか、いまいちわかんないのと、あと、殴る瞬間にカットが逆に行くんですよ。そういうのが多くて、いまいちね、状況がわかんないまま進んでくるんですよね、ずっと。その地下に、隠れ家に落ちるまでずっとよくわかんないっていう。ここもったいないですね、本当に。はい。それまでのアクションはね、非常にかっこよかったんで、初めてマイロと戦うシーンとかもね、すげえかっこよかったのに。もったいないですね、クライマックスは。はい。バットマンバリに、バットマンバリというか、コウモリが来ますと、バーっと来て、コウモリを操れると。スーサイドスクワットのね、ラットキャプチャーだっけ忘れちゃったけど。あいつみたいな感じでね、もうバーっと、コウモリの、もう数の暴力で、マイロを、押し倒します。はい。で、結成撃っちゃいますね。はい。ここはね、ちょっと悲しかったですね、さすがにね。自分の分身、闇モービウスね。もう一人の僕を倒すと。あそこがね、遊戯王最終回みたいなんで、ちょっと寂しさありましたね、さすがに。はい。まあ、結成2個作ってたわけじゃないですか。で、もう1個は自分に撃つ、
だろうとみんな思ってたと思うんですけど、打ちませんね。打つ素振りすらなかったですね、あの人ね。せめて打つ素振りはあってよかったんじゃないか、なんかロジックがあって効かないっていうのがあった方がよかったんじゃないですかね。もう勢いで押し切られましたね、最後はね。はい、打たないで飛び立っていくモービウスで終わりますという感じでした。でまたこうね、エンドクレジットも非常にかっこよかったですね。あの幾何学模様みたいなね、ずっとサイケな模様がずっと出てくると、あれかっこいいっす。最近のなんでしょう、スーパーヒーロー映画のエンドクレジットの中でも結構かっこいい方の部類に入ると思います。タイトルクレジットとエンドクレジット、ここはすごい魅力の一つですね。はい、ポストクレジットか。ポストクレジットはまあ割とどうでもいいかな。だからあのストレンジのあれで飛ばされちゃったんですね、他のバースにバルチャーが、うん、っていうことなんだ。なるほど、という感じね。だからこっちのスパイダーマンが何なんだろうっていうね、トモホ版のスパイダーマンじゃないですよね、ベノムの世界線にいるスパイダーマンは。だから誰が出てくるんだろうね。こうなると新しいスパイダーマンが出てくるのかなっていう気がちょっとしてますね、今のところ。はい、という感じでございました、モービウス。納得できないとこばっか喋っちゃったけど、割と好きです。はい。はい、ではそんな感じで今日はモービウスでございました。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまたお願いいたします。